デビューで聞こえましたけど、いかがでしょうか。まるでもって歯が立たない。自分の中では岡さんは格闘技とかのキャリアをすごい長くて日本チャンピオンになってて、でもプロレスではたった1年のキャリアしかない。ただその1年のキャリアという長さにものすごい差を感じました。とりあえずデビューを果たして、はい、どのようなレッスンに立っていきたいか。そうですね、まずは同じ土俵にいるヤングライオン、ヤングライオンたちを努力して努力して努力して超えていくこと、そして今日デビュー戦という、デビュー戦の相手を務めていたようで、岡さんといつか一人前になって新日本のメインのリングでリベンジを果たしてやりたいと思います。目標とする選手は自分の中で3人の目標とする選手がいるんですけども、この段階ではまず今は名前を伏せておきたいです。いつかその3人そして岡さんを超えていけるようなプロレスラーになってみせます。口に出して言わなきゃ伝わらないこともあると思うけど、リングでしか伝わらないこともあると思います。今日はそれを通人にもお客さんにも見せたつもりです。まあ、でもあえて一言言うんだったら、あいつは強くなりますよ。まあ俺の次ですけどね。岡選手ちょっと、はい、辻選手は試合と練習の時で多分違うと思うんですけど、リングの上ではどうですか。そうですね、まあいつもテコンドーやってたってことで序盤出してきましたけど、まあ一つ一つ格闘技の要素はあります。まあでもまだまだ隙が多かったり、まあバテてたんで、はい、そこを一気に詰めかけたんですけど、まだまだプロレスの練習が足りないから、たださっきも言った通り強くなる、そういう素質は持ってます。はい、まだまだ試合内容化してもしょっぱくて、まだまだこれからですけど、はい、本当これから頼もしくて、なんですかね、怖いやつがまたデビューしたなと思います。まあでもずっと俺が一番です。そこは変わらないです。